ね、洋服も満足に着られない、着られない、そう、頭も溶かせない、ね、これ時刻だけどしょうがないよ、自分でできない、ね、例の前の日は早めに寝たらって、そうね、ワンちゃん行かなきゃって思うと、そう、精神的に辛いですよね。そうなんです、ワンちゃん、ワンちゃんの言う通り、あ、ね、確かに、うん、確かにね、綺麗にはなりたい、確かに、でもね、ちょっと辛いんだよね、うん、まだね、でも2日行かなくったら結構ね、あれだよ、足とかチクチクって痛いがなくなってきたよ、自分で歩き方変えてるから、そう、あ、ともちさん、お家でお風呂だけ入れてくれるサービスってないんだなってね、ワンちゃん無理しないね、行かなくてもいいですよって、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、確かに、だけどお風呂には入った方がいいと思うよけど、そりゃそうだよね、綺麗になりたいよね、確かに、うん、わかるよ、うん、今は無理せず配信デーが終わったから頑張りましょうってね、今は無理せず配信はデーが終わってから頑張りましょうって、あ、そういうことだね、はい、ありがとうね、ありがとうね、じゃあ行った方がいいってことだね、うん、足がねグラグラになっちゃう、風呂に入るのが一番や、お風呂、お風呂に入るとき貼ってるの全部剥がすでしょ、それで手引っ張ってもらうんだけどグラグラ、うん、これだとね自分で歩けるでしょ、ここに力入る、力入るからグラグラしないんだよ、これで自分で動いた方が、これでずっとそのなんていうの、自分でね、うん、ここにねじれないように歩ってる、自分なりにね、ほんと少し強くなってる、確かに、うん、そう、ヘルパーさん入浴介護してくれると思うよ、そうなんだ、うん、だって椅子がないで、椅子がなきゃ座れない、下へ座れない、私立てないんで、自宅で入浴介護、妖精さん嫌いなんだよね、そう、だってね、うん、座らないとダメだから、あ、フェイチャミンさん、こちらアップルパイプレゼントって、ありがとう、ありがとう、浦先生で行った方がいいですよね、そうなんですか、うん、前だからさ、パチパチって24さん、パチパチって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、浦先生、こちらふわっちチョコレートケーキプレゼントしたって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう ね、 ね、今少しさ信号とね、おじいさんがねやってくれればいいけどね、今日も危険物、うん、黄色いもやつにとっくに入れてある、私の鍋捨てるように、あとはね、いろいろね、グラスの割れたんとか、もうずっと信号に言ってんだけど持ってかないでしょ、今日もまた1ヶ月2ヶ月も置きっぱなし、そういうの一番嫌なんだね、人間的にね、そうね、はい、ねねちゃん一日中お風呂だけでに行けないのかなって、そうね、うん、お風呂だけ、うん、そうね、お風呂がつらいんだよね、うん、脱いだり着たりがほんとつらい、うん、自分でねスカート履こうと思っても足が持ち上がらなくてね、容易じゃないんだよ、着たり脱いだり、ほんとだよ、うん、お風呂はだけでもってね、そうですね、前行った時お風呂入れなかったんよ、うん、あのね足湯ってんですか、ああいうのやった、うん、タオルこういうところかけてじゃあじゃあお湯を流してね、そうなんだよね、ありがとう、パチパチありがとうございます、そうね、うん、まあ自分で行くつもりでいるけどね、いるけどね、うん、そうね、うん、困ったね、うん、うわ本当にね、慎吾さんやってくんないかね、
もうまとめてあるんだけどね、これで、ね、寝ちゃってるでしょ。もう朝もう出さなければ、ずーっと私の鍋とか置きっぱなし、もう危険物の黄色い袋にとっくに入れてある。この前がかりさんのいただいて、私のね蓋もみんな片付けて入れてある。だけどもずっと持ってかない。ほんで危険物いつつも見ない、全然見ない。私ね見てるから明日なんですよね。だから今日か明日の朝持ってかなくちゃね。買い物行く前も言ったんですよ、これ持ってってねってね、危険物だからってね。おにぎりは買ってきた2つね。そう、ああいうの困るんだよね。あとはペットボトル山のようですよ。私暇が、ね、暇になったらね、あのペットボトルはいつもあのラベル剥がしてね、蓋は蓋で全部まとめてね、2つ作りました。それはおじいさんが持ってってくれた。シンゴは持ってがないね、困るね。ここにね蓋があるけどね、私暇だとねこういうことやってる。寝てるでしょ。ちょっとね時間があるとき、配信以外にこういうことも全部やってる。蓋を取ってね、ラベル剥がして。そうじゃないとうちが豚小屋になっちゃう。本当に悲しい、うん、悲しいよ本当ね、うん、みんな、あ、こういうもんも片付けなくちゃ。だから私がね、全部私だよ、うん、あ、ショコラさん、メガホン10個ありがとうございます。ありがとう、あゆみちゃん、フラ先生さん、ナイスって、ありがとう。今少しさ、シンゴもやってもらいたいよね。ね、全然ですよ。だってさ、可燃ごみがいつだかなんだか全然わかんない。私が、あ、持ってってねっつってまとめるんだよ全部。置いたらここに突っ立ってるだけ、青い袋を持って、シンゴ、母ちゃん入れないねえから入れてよって言うんだよね。女に入れたら縛れねえよって言うんだよね。ほいでそば行ってみたら、あ、十分縛れる、縛る気がないから、ほら信号縛れたろって私言った。もうこうしたら持ってったよ、うん、縛る気がねえんだよ、めんどくさがりな、なんでも、あ、大変失礼な言い方かもしれません。親の苦労こしらず、本当だよね、失礼じゃないよ、本当のことだよ。前盛りさん、ありがとうございます。本当に抹茶ロールありがとうございます。ありがとう、ありがとう。自分でやる気ないんだよね、自分からね進んでね、うん、そうじゃ生きていけないよ私いなくなったら。そう思うよね、あの子ダメな子だね本当に。あれほど言ったんだよ、買い物行く前に、信号悪いけど持ってってねって言ってるわけ、危険物。明日の朝なんだけど、朝持っていけなければ夜持ってって大丈夫なんだ。それ置きっぱなし、もう寝ちゃってるでしょ、もう起きないよ、うん、あゆみちゃん、ケーキないアイス溶けちゃうよって。おじいが来た、なに寝れなくてな。お、寝れないってことよ。寝れない、困ったな。信号、危険物持ってかねえんだけど、黄色い袋、そっちには持ってけないよな、無理だよな、悲しいよな、うん、な、みんなこんな人たちねえなもの、うん、どうして寝られないのかなってね、まさか痛いのかなってね、危険物か今日は。明日よ、明日危険物、そこに黄色いのもあるべ、その下、そこにあるんだよ。明日6日なんべ、6日危険物な、死後に頼んだんだよ、寝ちゃったよ。そっちが持ってくんよ、じゃないよ、つるってるから。雨降ってね、鍋だから重いで、そこの下にある、こっちが、こっちが黄色いのね、重てえで。何、あ、見るんか、あるね、黄色いの危険物、
あのね、鍋とあれだよ、フライパン持っていねえべ。これか。そうそう、持ってこん。大丈夫かい。あとまだあるけど、あ、今度の危険物でいいよ。これだけ出せば開くべ。大丈夫だ。ちょっと待ってくれ。うん、行ってくるって。おじいさんが危険物出しに行くって。うん、あやらさん病気なのに慎吾さん出して。そうでしょ、うん、ねえ、こういう子だよ。慎吾、うん、ひどいよって。そうだね、ねねちゃん、あいつ持ってったよ。うん、うん、眠れねって、眠れねえから持ってくって。ねえ、ひどいでしょあの子。うん、助かりますねって。あゆみちゃんほんとね、ずっと置きっぱなしよあれ。うん、ねえ、あの子はね全然わかんない。危険物でも可燃ごみでも、あ、資源ごみでも何にも分かってない。うん、ね、出す場所近いの。うん、そうね。うん、でも5分ぐらいかかるよ、往復10分。うん、ルネッサンスさん、出す場所近いのって。うん、うん、5分ぐらいかかる。それでね、いそろそれで行けってないような。そうですね、確かに前ざかりさん、そうですね、うん、行ったからね。そうね、うん、マキリンちゃん、アイエラさん、助かるね。真っ暗だから気をつけてね。ほんとね、アイエラさんかわいそうだってね。ねちゃん、そうでしょ。ワイワイちゃん、5分は割と遠いですね。そうだね、おじいさんの足だと遠いね、確かにね。みほちゃん、おじいさんでも助かったってね。置きっぱなしだもんね、ずっとね。まちょこちゃん、ほら、無視されたね。はいはらさん、大丈夫かなってね。そうね、うん。あ、いのさん、夜寒いのに風邪ひかないといいのにって。本当だね。フラーセン、フラー先生、前田かりさん、その通りですってね。どうしか、かおさん、助かったねって。れなちゃんよ、寒いから大事ですねって。ありがとう。バブルバーロン、ありがとうございます。ありがとうございますね、ありがとう本当に。うん、ね、慎吾ってそういう子なん、うん、ね、若くてもすぐ行ってくればいられ言えるんだけど、絶対あの子は寝ればやんない、うん、やんないよ。うん、朝じゃね無理。可燃ごみだとね10時まで大丈夫。うん、でもね、危険物は何時に取り来るか分かんないよ、分かんないね。そう、まだたくさんあるけどさ、そんなに出せないよあの足じゃね。よちよち歩ってくんだもん、良いじゃないよね。そうだね、うん、確かにああいう子なんだよね。うん、あ、こちらレナちゃんよ、バブルバールナイスでございますって。ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう皆さん、ありがとう。少しずつだねって。そうね、いっぺんには無理ね。そう、あ、まだくらいさ、パチパチって。ありがとうございます、ありがとうございますね皆さん、ありがとう。おじいさん眠れねえんだって。うん、あのね、眠れない時あるみたいね。昼間寝るとね夜眠れないっつってた。でも昼間を今日寝てたんかさ。うん、ね、どうなんだろう。トニー田中さん、今日夕飯何食べたんって。適当だよ私。うん、ご飯、あ、おにぎり一つ、うん、おにぎり、うん、あとはね、うん、あれだよ、なんだっけ、うん、自分で焼いた、うん、あとね半額のね、 あれなんだ、天ぷら食べた。天ぷら、半額の天ぷらと、うん、ピーマンの肉詰め、うん、食べた、うん、あとはねポテトチップ、うん、そうだよ、うん、ね、みほちゃん、おじいかっこいい ね、うん、疲れないんだってね。そう、袋つるってる。だけど夜だから、うん、夜だったらさ誰も見てないでしょ。着替えらっといけるじゃん、パジャマで
下のパジャマね、昼間だとさズボン履いていかなくっちゃだよ。この間みたいに綱引っ掛けてさ、うん、まちょこちゃん眠れなきゃ、あーいいね、助かるよ、あー力、あ、力ついたかな、はい、原さんってね。そうなんか昼間寝るとね寝られないんだって。夜昼間寝てたんかね、どうなんだろう。ねねちゃんこんな時間言ってくれるんだからあまり怒らないであげてねって、ありがとうありがとうね。慎吾よりよっぽど気が利くでしょ、そういうとこはね。あの子絶対ダメだから、うん、すごいよね、確かに、うん、ね、うん、そうだよ、わかるね、あ、わかる、あやらさん優しいってフラー先生、うん、そうね、今はね、うん、あの酒も飲まないしね、おとなしいね、ね、テレビは見るけど、うん、ショコラさん、あ、シンゴ出すべきだよねって、そうだよね、たけしさんナイスポチって、ありがとうありがとう、いいね、ありがとう、たけしさんありがとう、ナイス、おじいさん帰ってきたね、早いね早いね、もう帰ってきた、すごいね、うん、ありがとう、うん、ありがとうね、たけしさんありがとう、うん、帰ってきたね、ね、うん、ありがとう、もう帰ってきたね、行ったんじゃねえよな、帰ってきたんだよな、危険物あったべ、あった危険物あった、他のがなんか食いてん、どうしたんだろう、あ、来てるか、お、いろいろ来てるよ、なんかポストにはいろいろ来てるん、うん、じゃあ私が見るよ、ありがとう、友知さんおじいさんお疲れ様ってね、あゆみちゃんあやらさん具合悪いのにありがとうってね、歩くのも遠くなったのかなってね、信号全然ダメだね、おじいさんお疲れ様、友知さんねねちゃんあやらさんありがとうだねって、ありがとうね、うん、そうだ、うん、ポストにいろいろ入ってたってこと、お、あそこ置いとけばいいよ、私が見るから後で、まだ出てるか、やってるよまだ、なんか食いてん、食いたいとは思わないけど、お、それちょっとそれを食うからさ、それを食うってこれ、うん、ほらへん、じゃあほらほらへん、ポン酢かけないとだね、ほらそれを曲げろって言うんだよ、曲げてあるよ、映んねえよ、映んないよね、うん、大丈夫だよね、ポン酢かけるん、あ、かけてくれんじゃ、あんた食がいいね、ずいぶんちょっと待ってよ、あ、これおにぎりあるべか、いやいや、ここ信号買ってた、明日あるからさ、また食うときあるから、信号何もしねえもんな、買い物とかな、ダメだよな、自分が食ればいいんだから、あの子はそういう子だよ、すごいね、ダメだよあの子じゃ、自分がね食うだけで、私らのことなんか全然あれだから、そっちさ明日あるで、麻婆豆腐あるよ、あんたが買ってきた、あとご飯があるべ、あるべ、2つだけでいいよ、はいよ、これでいいか、腹減ったんだ、困ったな、あの子じゃな、38でこのざまだもんな、どうしようもねえやな、本当にだから私あの子可愛くないんだよ、
ね、ほんと可愛くねえあの子は。すごいよ。うちはめちゃくちゃ、うん、ちっとも片付ける気はない。あの子は一番楽だよ。本当にたまげるよ。ありがとうございますね。ありがとうね。ありがとうございます。愛を生のケツマキリンちゃん、愛を生さん、愛ヘラさん、優しくしてあげてね。ありがとう。こちら何、えねねちゃん、愛ヘラさん、食欲って最高だ。元気でいてもらわないと妖精さん困るよってね。うん、まちょこちゃん、あー慎吾さん何考えてるんだろうね、困るねって。そうね、うん、本当だよね、うん、美穂ちゃん、おじいさんありがとうねって。妖精さんそうだね。前だかりさん、慎吾もネグレスぶりもおどおどにしないとよね。ありがとう前だかりさん、ケーキありがとう、ケーキありがとう。本当だよね、ね、こういう立場考えてくんないとね。そうやっぱりね、あの割れたグラスとか私のお鍋、あもうね遠くにね、もう黄色い袋に入れといた。ほんで前の先月持ってかないんだよ1ヶ月。あれはね不燃ごみはねそんなに年中ないから1ヶ月に1回か2回、あでもよかったよ持ってってもらってね、うん、そうですよ、うん、助かります。私もね持っていけないからね。そうマキリンちゃんパチパチ、さくらちゃんハムちゃんケーキでございますナイスってね、ねねちゃんパチパチ、ショコラちゃんよかったねってありがとう。ありがとうね皆さんお優しいね、ありがとうございます。ありがとう、愛原さんに感謝だねってねねちゃん。そうね、うん、平家さん、愛原さんと寄せさん良い時間だってありがとうございます。平家ちゃんハートありがとうございます。ありがとうございますね、ありがとう、うん、おじいさん腹減ったんだって今ね。あのなんだっけこれ、なんだっけな、うん、ピーマンの肉詰め2つ取りきた、うん、2つでいいんだって、うん、ポン酢かけてやってよね、うん、これ映ると困るって言うんだ、こっち向けんだよね、袋つぶってるから。そう優しくしてあげてって、ありがとうねねちゃん、うん、ね、うん、あ赤手屋ちゃんお腹すいたのねって、ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとうね、まいだかりさんハーゲンダッツ食べてあげよう、うん、食べさせてあげようよって、ありがとう、ありがとうね。こちらなんだっけ、うん、シュークリームありがとう、ありがとう、うん、みほちゃんパチパチ、24さんパチパチ、まさしさんよし、ショコラちゃんパチパチ、あゆみちゃんもパチパチって、前田かりさんパチパチ、ねねちゃんティラミスこれプレゼントだって、ありがとう。ねねちゃん抹茶ロールケーキありがとうございます、ありがとうございます。マイザクリアさんテラミスありがとうございます、ありがとう。タヌキ何ごめん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。こちらさくらちゃんおじいちゃんのお見舞いに、ありがとう、お見舞いありがとうございます。さくらちゃんありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソン・マサル、銀のハート、銀のハート、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。さくらさん、ありがとうございます。ありがとうね。みほちゃん、さくらさん、パチパチ。マキリンちゃん、パチパチ。ショコラちゃん、パチパチ。フラー先生、宝石パチパチ。ねねちゃん、さくらちゃん、ジェリーハート、パチパチ。みほちゃんパチパチありがとうございます、ありがとうございますね。あと10分か、あと10分、ありがとうございます、ありがとう、皆さん ありがとうね、ありがとう。よろしかったらナイスもよろしくお願いします、よろしくお願いしますね、ありがとう。なんか言ってる、なんか言った
それ聞いてるんだ。暖房入れていいよ。入れろって言うよ、寒いから。私だってね、うん、あ、さくらちゃん、ちゃんと、あ、さくらちゃん、ジェリーハート、パチパチっと、ありがとうございます。あ、ありがとうね。570いった。ありがとう。570。これで170引かれたら、私残る400。400。引かれるかな。今少し増やしかったか、増やしたかったな。ありがとう。ありがとうね、皆さん。600ナイス、欲しかったな。ありがとうございます。ありがとう。にゃにゃちゃん、ゆせいさん、ナイスポチーって、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。交換するはいいんだいな、もう。0時だからね。ありがとう、ほんと。ナイスお願いしますって、みほちゃん、ありがとう。ありがとうね。皆さん、よろしかったらナイス。よろしくお願いします。ありがとう、皆さん。ありがとう。ほんと、ナイス。よろしく。S 団の方、100、いくつ、28名かな、ありがとうございます。約30名の S 団の方、よろしかったら、ナイス、よろしくお願いいたします。ありがとうございますね。皆さん、ありがとう。全くね、うちの子ね、わがままでどうしようもない。ありがとうね、皆さん。ありがとう。明日危険物なんですよ。頼んだのにね、あの子は何も食ってないでしょ。食べてきたんだよ。自分だけ外食してきた。そうでしょ。ね、分かってる。コインランドリーね、洗濯行ったのよ。ほいで自分はご飯食ってないでしょ。だから外食してるんだよ。千四郎さん、ナイスしましたって、ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとう、千四郎様。ありがとう。ね。あゆみちゃん、右下のマーク、お願いします。って、ありがとうございます。ありがとうね、皆さん。山岡屋に、でも行ってきたんじゃないかしら。そうでしょ、前田かりさん。多分ね、食べてないもん、あれから。ありがとうございます。こちら、しゃけくまちゃん、ありがとうございます。バクーって、ベルベルベル、バーって、ありがとう。こちら、しゃけくまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。しげしげちゃん、ナイスしましたって、いつもありがとう。しげしげちゃん、ありがとう。24さん、パチパチ。れなちゃんよ、笑うって。こちら、しげしげちゃん、イベント応援するぞさん、プレゼントって、ありがとうございます。ありがとう。ショコラちゃん、さけくまちゃん、パチパチって、ありがとうございます。ありがとうね。皆さん、ありがとうございます。ありがとう。なんないっす。エレナちゃんよ。シャケクマちゃん、買っておけばよかったって。しげ、しげちゃま、ナイスって。あゆみちゃん、ありがとう。ありがとうね。122名の閲覧の方。580。赤手屋ちゃん、ありがとう。ありがとうね。ありがとう。あと6分か。ありがとう。ね、500、こっからさ、だいたい170ぐらい引かれるかんね。多分ね、70引かれたら、400ね、10ナイス。私に入るん、違う。そうだよね、580だから。私に入るの、410ナイスぐらいだよ。170引かれたらね、そう、悲しいね、いつも100以上引かれちゃうね。ありがとう。ショコラさん、どうさん、パチパチって、ありがとうございます。マリザカルさん、どうさん、パチパチって、ありがとうございます。117名の閲覧の方、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたします。ありがとうございますね。ありがとう。もうあと5分か。ありがとう。5分。ありがとうね。ありがとうございます。皆さん。いくつだかわかんない。
字が見えなくなった。ありがとう、ありがとうね。うちの子はね、わがままだよ本当にね、まあ洗濯してもらうのはありがたいけど、私のもんはカーディガン2つで2つね、あとは自分のもん。そう、さおまるちゃんいつもありがとう。こんばんは、遅くなりました。ナイス、どうぞおやすみなさい。ありがとうございます。さおまるちゃんありがとうございます。ありがとう、いつもありがとうございます。ありがとうね、ありがとうございます。いくつだか目が見えなくなった。ごめん、ありがとう。本当にね、ありがとうございます。皆さんありがとう。56分あと3分か、ありがとうね。目が覚めちゃったよ、眠気がね、目が覚めた、いろいろあってね。そうよ、今まで眠ったかった、目が覚めた、ありがとうね皆さん、ありがとうね。私じゃあ、ねねちゃん頑張れ、頑張れよせいさんって、ありがとうございます、ありがとうね。あにゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、あにゃんこちゃん、つめーって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。あゆみちゃん、ねねちゃんパチパチって、ありがとうございます、ありがとうございますね。みなさんありがとう、本当に。みほちゃんにゃんにゃんって、つめーってね。ショコラさんにゃんにゃんパチパチって、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます。おじいさんアイス食うかい？いい、はい、はいはい、私食べますね、いただきます、ありがとう、ありがとうございますね、にゃんにゃん、ありがとうね。はいよ、ちっちゃい電気にね、ありがとうね、優しいじいさんだって、ねねちゃん優しいってね、ありがとうね、舐めちゃうわよ、わめ頑張るわね、ここさ頑張んなくて、ちょっと食べるわよ、よいしょってね、ありがとうございますね。スプーン、スプーンか、ありがとう、ありがとう、優しいってね、ありがとう。あと2分か、ありがとうね、皆さんありがとうございましたね、本当にありがとう、ありがとうしかないね、本当ね、嬉しいね、危険物打っちゃってもらってありがたいね、ねねちゃんね、慎吾さんそういうとこダメだからね、本当、自分は山岡で食べてきたんだよね、こっちが食べるもんなくても平気なんだよ、あの子は自分だけ食べれば。ただね、おにぎり2つ買ってきたよ、あれなちゃん、あいはらさん、今日は体調マシなのかなって、日本今ね、体調がマシなのか、優しいねってね、ありがとうございますね。眠れないんだって、だから危険物を信号持ってかねえって、俺が行ってくるよっつって言ってくれたね、ありがたいね、ほんとね、信号はないダメ、もうね、寝ると絶対ダメあの子は、そういうね、あれができない。ありがとうねねちゃん、ありがとう、皆さん一旦切りますね、ありがとう、けつおやすみなさいって、ありがとうございます皆さん。